やったよ、東京タワーのことか。そんな三条という舞台を6月3日から6月12日までシアター G ロストにて行います。ピースメーカーという漫画が原作なんですよね。そうなんですよ。まあなんだかちょっとスタイリッシュでかっこいい感じのお話なんですよね。おお、なんて言ったって劇場はシアター G ロストですもんね。なんで G ロストって言えば、まあ普段はヒーローショーやったり、まあ、ヒーローショーって言ったらね、まあ、激しいアクションだったりピューって高いところから落ちたり。そうですね、はアクションアクションはまあやったことあるんですけど、刀の盾っていうのはね、まあ、初めてなもんなんでね、まあ頑張りたいと思います。高所恐怖症俺は落ちないでしょ多分。いやいや、鉄之助は落ちる可能性一番高いんじゃないの。全然平気な人。全然平気。バンジージャンプもまあ一応30メートルくらいは。バンジージャンプやったことある。やったことありますよ。マジで、ええ、死なないのあれって。死なないです。へえ、落ちてさ、こうゴム伸びきった時にさ、うんってなりそうじゃん。なります。でもそれが楽しいんですよね。うわ、いやまあね、起きたらね、飛ぶか分かりませんが、まあ楽しみです。はい、そうですね。ちょっとまあちょっと鉄之助が飛べたら、あ、吉村頑張ったなって思いましたね。そうだね、頑張ろう。え、まあ話してたら本当楽しみになってきたね。もちろんそうですね。たくさんの人にこの舞台を見に来ていただきたいですね。ええ、まあ、来ていただいたお客様に楽しんでいただけるよう一生懸命頑張ります。はい、じゃあ皆さん劇場でお待ちしております。